2022年12月初旬に日本、イギリス、イタリアの3家国が、GCAP グローバルコンバットエアープログラムを共同で行うことを正式発表してから、この2023年5月で早5ヶ月を迎え、その動向に注目が集まっているね。GCAP グローバルコンバットエアープログラムについては、日本、イギリス、イタリアの各々の政府がその開始を大々的に報告したものの、その後の動きについては正直に言えば報道自体は決して多くはないぜ。技術力に定評のある各国合同だからどうしても期待しちゃうよね。もっと大々的にいろんな報道があると嬉しいんだけど。だからこそ今回は、そんな GCAP について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、このような中で数少ない GCAP グローバルコンバットエアープログラム関連の報道として思い起こされるのは、2023年3月に千葉の幕張メッセで開催された GSEI Japan 2023における戦闘機自体の模型展示だよね。この日本最大の防衛関連装備品の見本市とされる GSEI JAPAN 2023において、GCAP グローバルコンバットエアープログラムはその戦闘機単体のモックアップ模型と短いイメージ映像を展示していたよ。今回の DSEI JAPAN 2023で通算2度目の開催となった本見本市は、開催する場所が日本という特殊な環境もあって、直接的な攻撃兵器の展示は行われない形ではあったが、まあ航空関連中心の軍事ショーとみなされるな。そこで GCAP グローバルコンバットエアープログラムがその戦闘機単体のモックアップ模型をわざわざ展示したということは、いささか気は早いかもしれないが、将来的な他国への輸出を念頭に置いていることの証左だろうぜ。ここで戦闘機単体という記述を用いたのは、GCAP グローバルコンバットエアープログラムは文字通り航空戦闘システム全体の開発を担うとされているためで、戦闘機はその要素の一つに過ぎないと言われているからだね。またイギリスのロイター等では GCAP グローバルコンバットエアープログラムにまつわる開発費用の分担に関して、イギリスと日本が 40% ずつ、イタリアが残り 20% を負担するとの報道も一時はなされたんだ。こうした GCAP グローバルコンバットエアープログラムの費用の分担比率については、各国政府は公にこの記事の内容を認めておらず、それも含めて今後詰めていくと否定しており、ことに最も少ないとされたイタリアの否定が顕著に見えたよ。まあ膨大な開発費を投じて進められていく GCAP グローバルコンバットエアープログラムだけに、自国がその開発の主導権を握れないかもしれないと受け取られかねない情報に関しては、慎重な姿勢を崩せないんだろうね。そうした状況下で2023年3月中旬には、GCAP グローバルコンバットエアープログラムにおいて日本の IHI 社、イタリアのアビオエアロ社と共にその機関部の開発に参画するロールスロイス社から新たな情報がもたらされたみたい。これはロールスロイス社で防衛事業開発及び将来プログラムを担当する重役のアレックス・ジノ氏が取材に答えたもので、GCAP グローバルコンバットエアープログラムの前身のテンペスト計画の機関部について述べたものだね。そこではテンペスト計画用に技術の実証用に準備された機関部は、それが搭載される戦闘機本体の推進力を担うことは当然として、2機が搭載されるその機関部は最大で 1000kW に及ぶ発電量を実現すると述べているよ。これは現在のイギリスが採用しているユーロファイタータイフーンに対し、同じく2機が搭載されたロールスロイス社製の機関部のユーロジェット EJ200 と比して、およそ5倍もの発電量にも相当し、その分野に自信を覗かせていることは間違いないんだ。今後の戦闘機の機関部は、搭載するアビオニクス類や各種の兵装として実装されるであろう兵器類への大電流の供給を満たす必要があり、その膨大な発電能力の獲得が今後の必須の条件として挙げられ始めているな。アメリカも現行のいわゆる第5世代戦闘機である F-35 ライトニング2について、今後自国分に換装する機関部の選定を進めているが、現行のプラットホイットニー社製の F-135 の改良型にせよ新型にせよ、発電能力には重きを置いているぜ。GCAP グローバルコンバットエアープログラムにおいては、
日本側では機関部の担当としては前述のように IHI 社が参画をしているんだけど、そこで期待されていたのは同社が2018年に試作機として防衛装備庁に納入した XF91 の存在だね。IHI 社製の戦闘機用の機関部の試作機である XF91 は、2018年6月の納入後、2020年7月までのおよそ2年に及ぶ期間にわたって各種の地上でのテストが行われ、水力はアフターバーナーを使用した最大時で15トンを記録しているよ。この XF91 の水力15トンという数値や、タービン入り口付近の温度で1800度まで耐えうる能力は、試作機とはいえ現行の第4世代戦闘機に搭載されている1000級の機関部の性能と互角以上であり、当時も非常に大きな期待を集めたんだ。また XF91 は発電能力に関しても、新たに開発されたスタータジェネレーターを用いることで1機あたり 180kW の発電量を確保しており、2機の搭載ならば倍の 360kW に相当し、将来的な新型戦闘機の需要にも応えるとされてきたよ。しかし今回のロールスロイス社のテンペスト用の技術の実証用に準備された機関部は、前述した通り実に2機で 1000kW を達成しているといい、実に当時の XF91 の3倍に近い発電能力を有していることになるな。ここまでの発電能力の差を突きつけられると GCAP グローバルコンバットエアープログラムにおける機関部の開発についても、正直なところロールスロイス社がその開発の主導権を握ることは避けられないようにも感じてしまうぜ。現在の GCAP グローバルコンバットエアープログラムは来年2024年に向けて、基本設計と各国の参画企業がいかなる部分の担当を担うのかが決められていく、重要な段階の下中にあると考えられているね。日本の防衛装備庁側では GCAP グローバルコンバットエアープログラムで自国が担当を担いたい部分として、機体本体部分、機関部、レーダーセンサ類という項目を挙げており、いずれも数要な領域なんだ。機体本体部分とは、現行の F2 戦闘機でも三菱重工業者が担ってきたものでカーボン繊維等を使用した複合材を用い、これを接着で組み上げて金属部品を削減することによって、大幅な軽量化を実現しようとするものだな。そして機関部では言うまでもなく IHI 社が試作した XF91 をベースに置いており、国産の戦闘機の機関部として日本の積年の悲願をここで形にしたいというものだが、ロールスロイス社と争うのは実際にはかなり厳しい様相を呈しているぜ。最後のレーダーセンサ類は日本では三菱電機社が担当する分野になるけど、こちらも現行の F2 戦闘機でも培ってきた部分だけに、なんとか主導権を日本が握りたいとの考えを防衛装備庁ではにじませているみたい。今回のテーマである戦闘機用の試作の機関部である XF91 を有する IHI 社だが、この分野では現行の F2 戦闘機ではアメリカのゼネラルエレクリック社の F110 や F15J イーグルのプラットホイットニー社の F100 をライセンス生産しているね。そのため、こうしたアメリカのゼネラルエレクリック社やプラット&ホイットニー社との協業は IHI 社も経験を積んではいるけど、ロールスロイス社との協業は近年は同社にとって未知数であり、そこを危惧する声も一部にはあるんだって。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。